はい、どうも、マックスドMダラクスようこそ、マックスです。本日もよろしくお願いします。ということで、本日はですね、こちら、プロスピエスのセレクション感謝祭、S ランク 30% の10連引いてみたということで、やっていきたいと思います。早口で言えた。ということで、S ランクのですね、確定 30% 契約書がなんと10枚もらえるということで、今回引いていきたいと思います。まずはですね、5連ずつ引いてって、で、今回あと 10% とゴールドを混ぜながら、やろうかなっていうのは思います。あ、しまった、全部 S ランクにしてしまった。とりあえず5にして、で、あとはゴールドだね。やっぱ欲しいのは今日出たばかりのやっぱ山田選手ですね。山田選手か阿部選手が欲しいですね。さあ、出てこい。あとはピッチャーで言ったら大野雄大選手のシーズン2も結構狙ってます。さあ、5連プラスゴールド契約書2枚と、そして10連。さあ、何枚 S ランク出る。おー、パイン来た。1枚目、おー、神里選手、でもいらない。2枚目、卒選手、これは結構いるね。3枚目、おー、あーと、まあまあまあ。4枚目、おー、中地、全部使えない。5枚目、あー、梅野選手、あ、でもシーズン2いいんじゃない。6枚目、角中選手、ここはゴールドかな。もう8枚目、あー、おー、岡本選手。ということで1回目はこんな感じでしたね。ボーアと神里と中島選手が当たりましたね。じゃあ続いて5連単発でも引いていきたいと思います。どうしようかな。あとゴールド1つ混ぜます。何のサービスやね。さあ、どうでしょう。ここら辺でいい感じ来てほしいけどな。さあ、どうでしょう。さあ、パリンなった。1番目、おー、ダイアン、この顔面白いよね、ほんとこれ結構好き。2番目、マッチ。3番目、おー、今のがいいけど S ランク持ってない。 A ランクか、 A ランク持ってない。おー、福田修正です。上沢選手、6枚目。あー、2枚。ダイアン選手と福田選手ですね。どっちも S ランク持ってないわ。ということで、もうちょっと山田選手諦めないんで、ミキサーやっていきたいと思います。今回の小川選手と、中山選手と、あと、荻野選手、デアロ選手、上里選手を全部混ぜます。ちょっともったいない気がするんですけどね。シーズン2の山田選手来てくれたらいいんですけど、まあ、シーズン1でもいいんですよ。そのためにちょっと凝縮してる感じです。さあ、狙うは山田選手のみ。どうだ。今日チーム山田に選手、あ、ヤクルトにしました。さあ、どうだ、山田選手来い。1枚目、おー、マジ、え、来たー山田選手、マジですげえ当たったよ。これはちょっとびっくり。え、マジですごい。まさかここで強運の引き当ててしまった。動画的にはめっちゃ盛り上がる。はい、ということで山田選手の能力はこんな感じです。78、82、82です。あ、能力ミス忘れた。ということで本日のご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。まだまだね、最新の動画上げていきたいと思いますので、お願いします。それでは皆さん、また次回。バイチャー。